今年も最も高かったのは札幌駅南口です。駅周辺は再開発も進み注目が集まっています。19年連続で最高は札幌ステラプレイス前で13年連続の上昇、1平方メートル当たり728万円でした。また道内の平均も9年連続で上昇、去年より 5.2% 上がりましたが、札幌中心部が牽引し地方は下落しています。再開発の影響はもう本当にもう見どころ満載といいますか、まあ、札幌とか、まあ、福岡とかですね、まだまだ盛んですので、都市化から見たらなんか、まあ、全国的にはまだ利回りも高いですしね、魅力的だと思います。一方で札幌駅周辺ではこのような変化も起きています。5月末に閉館したこちらのセンチュリーロイヤルホテルは解体工事のための準備が行われています。51年の歴史に幕を下ろしたセンチュリーロイヤルホテル、閉館からおよそ1ヶ月が経ち、解体工事のため周辺の街路樹の伐採が行われています。新しいビルの建設予定については公表しないということです。